日本の藤の花が注目されていました。日本古来の花木と言われ、公園や庭園でもおなじみの藤の花、最近では藤のトンネルなどが海外からの注目を集めますね。その中で今回、海外メディア、ハーパーズバザーの SNS で注目されていたのは、福岡県北九州市にあり、世界の絶景樹などにも選ばれる河内藤園。同園の特徴である、長さ80メートルの藤棚や、110メートルの藤のトンネル、藤のドームが映されるとともに、動画では桜の花も続いて紹介されています。この話題に、海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。